こんにちは。FX オリガルヒをご覧の皆様。そして、FX に興味のある多くの皆様。今回ですね、え、あやさちゃんが FX オリガルヒを通じて、自分なりの仮説を立てたところを、またね、振り返って検証していただきました。まあ、自分なりの検証とは言いますけども、テクニカルを、やっぱ理解すると、みんな同じことを言うようになってくるんですよね。で、なぜかテクニカルを、まだね、身につけてない方ってのは、違う意見を力説したりとかね、 参考にならない動画を一生懸命見たりとかしてちょっと間違った方向に進んじゃうんじゃないかなと思いますうんやっぱりこれどのぐらいやっていくかにもよりますけどもテクニカルに忠実であればあるほどそれはね勝率は,それは上がるんですよなぜならテクニカルっていうのはだから生き残ってきてる理論なんですよね他の細かい理論っていうのは無数にありましたけどもテクニカルっていう理論にかなわないんで消えていったんですよだから自分なりの見方とか自分だけの使えるツールっていうのは まあちょっと歌方なのだろうなというふうに思いまして私はとにかく FX オリガルヒは徹底的にテクニカルに忠実にやっておりますで勘違いしていただきたくないのはテクニカルだからいつも勝ってるってわけではありませんきっちり3割から4割はちゃんと負けてますロスカットもちゃんと受けてますでも放送を通じてそういうところも見せていけるのが私としてはね真っ白透明なところじゃないかなと思うんですよなんか勝ってるところのスクリーンショットばっかり上げていったりとか勝率のいいところばっかり 上げていくトレーダーさんもいらっしゃいますけどもそれはあくまでも何かのセールスのためにやってるわけですよねそれは分かりいただけると思いますでもそんなに綺麗なもんではないですあのテクニカルトレードをやってるとエントリーする瞬間が1日中ないとかね1週間ないとかね2週間ないってこともあるんですよでも逆に言うとエントリーしてもしょうがないときを見分けられるのもテクニカルの基本ですからねやっちゃいけない時にエントリーすればそれはポジポジ病という病にかかってくるわけなんですよ やっちゃいけないことを一生懸命やり続ける。そっちの方向に進まないように、これからも放送をやっていきたいと思います。えそして、あやさの動画、すごくわかりやすくまとめられていたんですけども、いや、いいなぁと思いましたね。まあ、主にはね、3点ぐらいにまとめることができると思います。まずは、えー、上昇が起きた後、あっ、えー、と下落が起きた後ね、ちょっと画面見ながら行きましょうかね。画面は私だけを見ますけども、あとはね、皆さんね、あのー、下の、 とところを見ていいただければと思います。あれ動かないですね、画面が。あ、たった,たった。まずは上昇でふわっとお、ナンバー1ってところがありますので、確認していただきたいんですけども、そこから落ちていった後に、えー、買い戻しが起きてね、また上昇していくよっていうところ。これは、あの移動平均線の帰りとか、移動平均線にランディングしたからまた反発して上がっていくところを上手に説明しています。ここが1点目です。私は移動平均線の話し,しませんので、これはあやさちゃんが移動平均線を、 ご自分でね認識してテクニカルにきちんと当てはめてるところが出てると思います。私は移動平均線の話しませんので、そういうところではね、このあやさちゃんの動画は唯一無二のものになってると思います。その後、材料を前にした、あまあ、根放しですね。えー、ロット外しを察して、まあ、それがなくてもですけども、材料が入ってくる前にはやっぱりね、玉は手放した方がいいです。これは上級者のやることなんですよ。あの材料がある時にもポジションを持つっていうのはね。うん、だから、材料で、 一発逆転を狙うようなことはギャンブルみたいなことはまだ勉強中の方はしない方がいいと思います特に資金のない方とかそれからまだね技術がない方はいや絶対やっちゃいけませんそんなねあのー、大穴狙いみたいな競馬になっちゃいますからねそうではないんですよでその後半値戻しのところについても語ってましたこれがあの3点目のとってもいいところじゃないかなと思いますあの結局ね半値戻しとか前年戻しがなぜ起きるかそしてどういう予兆で起きるかっていうのは 急激に例えば下落した後にヒゲを大きく出した時って急速に巻き戻してるっていうこの表現がありましたけどもまさにそれなんですよ。でそこにピンときて今度は倍でエントリーできるかというところもちろんある程度張り付いてないとこれはできませんけどもねでも張り付いてるとこういう美味しいこともあるよってことなんですよ。ですぐには無理でもいずれそういう張り付きトレードの時期が来ますんでそうすると今度は逆にねトレードするそんなタイミングが1日なくても1週間なくても 全然構わないいっていう判断もでできるんですよなぜならそれこそね細かく張り付いてトレードして少しずつのロットを重ねていっているっていうその瞬間も大事ですけども一発で1週間分のロットを稼いであもうあと1週間極端な話見なくてもいいやみたいな心の余裕が生まれるんですよねでも利益が生まれずに月末が近づいてくると焦ってトレードしちゃうでしょ今月はエントリーするタイミングがなかったもしくはそれを私は見抜けるまだ時間がレベル2にはなってなかったっていうふうに。 自分の実力のなさを認めて悔しい思いと,とともに次の月を迎えるっていうのも大いにありですからねやみくもにエントリーしてもダメですよそれこそね、あのー、30万欲しいからエントリーするみたいなその金額が数字が走ることになりますからねそうではないんですよ実力通りに結果が出てまずはマイナスが多い次の段階はプラマイゼロぐらいになった実力通りにトレードしてちょっとだけプラスになった実力通りにトレードして大きな利益が出せるようになった 実力通りにトレードして張り付くようになった。そしてその後は張り付くときと張り付かないときが見分けられるようになったっていうね。こういうふうなそれぞれの段階でできることが変わってきますんで。えー、焦らずに上級者のやってることだけを見て上級者をコピーしようとしないことです。自分の力量に合わせたところから攻略してみてください。それではあやさちゃんの動画ありがとうございました。